はい、どうもこんにちは、沖縄の鈴木です。今日もやっていきましょう。ロマンシングサガミンストレルソングリマスター。一日置いちゃったけど、はい、行きます。一応ね、ライブで進めて、別データでね進めて、ちょっとね飛ばしていた部分が分かったので、今日飛ばしてた、見落としてた部分があったのが分かったので、今日はちょっとね、それもちゃんとやっていこう。まずこの人、詩人。仲間から外したい人がいるんじゃないですか。うん、結局いかこの人な、あれ仲間にできる、あれ結局いかが、あれこの人仲間にできる、あ、はいはい、銀融詩人が仲間になるんです。これでこんな構成になって、でフォーメーションちょっとね、やっぱアルベルト弱いので後ろに下げといて、これであとやんなきゃなんないこと、あれサバイバルのスキルをね覚えておかないと何もできない。これか、ジャンプとかできないと思ったらサバイバルのスキルがレベル上がってないとできないんですよ。うん、あと24か、旅芸にも覚えておこう。うん、行くぞ。うん、もう一回西の洞窟行ってみるかな。これでジャンプで行けるはず。ライブでやった方でもそっちの洞窟まで行けなかったんだけど、ジャンプをやるのにはサバイバルスキルが必要だっていうのと、人員指示が仲間にできるっていうのが分かったんで、おっ、うん、熱き戦いが今幕を開ける。そうだそうだ、思い出した。うん、行くよ。あとアルベルトの魔法を伸ばしておきたい。あ、魔法魔法。なかなか伸びないな。やばいやばいやばい。
これにしとこう。やばいやばいやばい。あ、し。詩人がやられた。うん。よし。ちょっと一度村へ戻って宿屋だ。結構追いつかれるのよ。未明にモンスターの方が早いんだよ。今取っていってるアイテムは何だろう。デタラメ屋が欲しいところ。デタラメ意味デタラメ。さっき手に入れたアイテムだし、間違え。ベントバーガベージクラブ、あんまりいらないな。どっちも一応強いのか、今持ってるやつより。いらっしゃいませ。お泊まりですか？ライブの方はね、アルベルトでやったらちょっと失敗だったかなと思って、見分けがつかない。
さあ、今日こそ西の洞窟はクリアしたい。南も行きたいんだけど、愛があったって。こんな相手にでも全力で立ち向かうんだ。三匹。ベルトがやられた。よし。チーズがあった。逃げ討ち。それでこっちへ行きます。この先で2つに分かれてます。
ほら。よし。今度は負けないぞ。やっとジャンプマン使えるようになったわ。どうやって探す？ありそうって。あ、これか。よし。よし。こっち側。勇敢なる戦士がまた一人倒れた。こんな時にそんなこと言うやつ嫌われるぞ。なんでこんなにアルベルトに現れるんだ？何もない？行き止まり。
今回こいつ硬いぞ。この奥ね。やっぱ炎系は効かないか。ボスか。あら、そんなめちゃくちゃ強いってわけでもなかった。飛べない？どういうこと？サバイバルスキルのレベルが足りない。レベル上げてくるっすよ。ダメか。出直し？ここ。なんかある？何もない。あそこの、これで今日西の洞窟クリアできるかと思ったら、
帰ろう。はあ、ダメだ、西のボックスクリアできなかったわ。サバイバルスキルもう1レベル上げる、上げる、できるかな。できるかな。この人だよね。上げるのできる。できるわ、OK。よし、これできるようになったっす。けれど、まあ、とりあえず今回は、けれどね、とりあえず今回は、こんなところで、一旦終わりにしておきます。よかったら、チャンネル登録、コメント、高評価、よろしくお願いします。じゃあ。